さあ、それではお盆も終わりかけで、聞くとこによると、中古ショップに持ち込みがそろそろ始まってるそうなんで中古ショップに持ち込みがね、もうすでに始まってるそうなんで、はい、もう動画映しても大丈夫やろということで、前はね、発売日に買うとね、発売日に買って、作ってると、買えなかった人がね、ちょっとってなるんで、ちょっとお盆とかは特に、ただ単に発売日がね、土曜日だけやったらいいんですけどね、メーカー休んでますから、はい。で、まあ、なんですけど、昨日ぐらいからかな、買い取り、2.0 を買い取ってますよ、連絡ありまして、そうなんやんって、まあ確かに、ゴールデンウィークじゃない、ごめん、お盆やな、お盆が明けたら、おそらく、マイティストライクフリーダムな、マイティストライクフリーダムの時もそうやったんですけど、お盆が明けたら、大量の商品が入荷されることが予想されるんで、もちろん定価超える金額なんてもう、もう持ってのほかやから、でもう諦めた転売やな、諦められた転売は、中古屋さんに持っていくしかないね、損出してまでね、売れたらいいけど、おそらくお盆が明けたら買い取りは定価のだいたい 30% いったらいいけどな、ということはまあ1000円ぐらいになったらラッキーやけど、多分なれへん。リサイクルなんかもさやね、今ね、リサイクルショップに行ったらお盆の間はね、まあお盆で、利益出したいお店が抱えてたね、持ってたやつを今一生懸命出してるわけですよ。なんでって言ったら、ある時に出したらお盆に店に行って買うもんあれへんやんってなったら、売り上げが期待できないからで、なんですよね。で、まあこれ2.0、 詳しくね、まあ良くないっていうんやったら、どこが良くないのかっていうのをね、どうしても納得したい人がいてるみたいなんですけどね、バンダイのプラモデルってね、パーツで見た場合、見ててね楽しいパーツじゃない、これね、プラモデルの金型っていうのは基本的には上と下ね、上からバーンで押さえて、でタイ焼きと同じでバーンと持ち上げて、で突き出しピンでボンと押し出すみたいな構造なんで、上から下のこの流れだが基本なんですよ。で、わかりやすいのはね、これやったら、ここら辺あたりがわかりやすいんだけどな。これかな。これ。タミヤとかが持ってる、スライド金型って言われるやつは、上からバンじゃなくって、横からもはめてるんですよね、あれ。横からもはめているから、プラスチックの液を流して、でプラスチック流した後固まって抜くときに横が外れて、ね、横が外れるっていうことは横側のモールドまで入るわけなんですよ。だから車で言うたらボディがこう、ボディが下側ぐらいまでスライド金型やった場合いけるんですけどね。バンダイもこのキットに関してはスライド金型とかって言ってましたけど、一番わかりやすいのがこのガンダムの胸、これってね、上から見たら上下で抜けるのよな、これこう斜めになってるように見えるけど、一見すると下もあって上もあるやんっていうとこなんですけどね。これちょっとこれ
水面下で争ってて、でこれがね、あの斜めになった時に斜めになってるから、こうやって上から見たら上下の金型のバンって抜いてバンって上げるだけで抜けてしまうんだよな。これこれがね、正直何ですか、プラモデル見ててタミヤとかのやつやったらこうやって見ててね、うわすっごいよなとかって思うんやけど、バンダイのプラモデルそこがないのよ、すごいなっていうとこが。こうやってほら胸のダクトもそうでしょ、こうやって一見すると斜めになっているように見えて、こうやってやった時に上からボンってやる時に斜めに突き刺して斜めに抜けたとしたらね、ここのところって構造上そんな特殊な金型で技術で抜けないとこじゃないのよ、これないのよ、こういうとこない。お腹なんかもなんか色分けしたりとかパーツがどうとかって言ってるけど、ここにね特殊な構造っていうのはないのよ。ということはコストね、バンダイはスライド金型言うてるけど、どの口がスライド金型やねんとかって、これねほらハイパーバズーカもそうでしょ、上下だけで解決できんねん、ここもそうやねん、穴が開いてるように見えるけど、これもねバンって押さえてバンと抜いた時にのやつで考えた場合であればね、これはねそのたい焼きみたいな状態の上からやってひっくり返してでパンと開けたたい焼きになってるみたいなやつの構造上、これねどんな場合でも上下だけの動きで証明できるんですよ。ここもそうやけどね、こういうところも、これが例えばこういうとこがねこうくるっと巻いてるとかね、パーツがこうここにあるパーツが後ろまで回ってるとかやったらすっごいやんとか言ってね、この場合やったら多分ねこう巻いてるパーツの時やったら横が分厚くなってるはずなんですよ。たまに見かけるよね、長谷川とかで見かけるのかな、長谷川とかマックスファクトリーの金型では見かけんねん、こう横にプラスチックの壁みたいなのがあって、壁があって下側まで巻いてるっていうのは構造上あるのよ。バンダイのプラモデルってないのよ、それが。だから80年代ぐらいの外注の80年代ぐらいから全く金型技術っていうのが進んでないんですよ。もしくは機械が、金型を抜く機械やな、がここもそうやで、ほらどれもみんなね上下分割のそのスタイルで抜ける構造になってんのよ、みんなどれも。ここにね例えば、進化の、度合いとかがあるわけじゃないんですよ。これこっちもそうやで、シールドね、でバンダイは特に分かりやすくって、こっちが表で逆さにしたら裏、これ変なんかさ、これが裏やねんけど、表と裏っていう金型はね、表にモールドがあって裏が突き出しピンやな、抜くための突き出しピンねがあるんですけど、これはね相変わらずずっと分かりやすいぐらい、ずっとこれやねん。でこの PGU やな、2万7000円する2万7000円のガンダムでも、2万7000円のガンダムでも結局これやねん。昔で言うモナカ構造っていうやつやな、中が空洞になってるモナカ構造になってるプラモデルから、これってね全然一見するとねパーツが細かいからすごいやんと思うかもしれんけど、これってねただ単にパーツが細かくなっただけで、今パソコンで設計してデジタルで金型を抜けるような世界観ではね、これねもうありきたりの普通のプラモデルやん、普通のプラモデルなんですよこれ。で
やっぱりね、あのアンダーゲートっていうのかな、今アンダーゲートを多用するメーカーが増えたんやけど、アンダーゲートを作ってな、要はここの横までじゃなくて下まであの枝が食い込んでいるアンダーゲートはやっぱりなるべく少なくしないと、やっぱり子供さんが、特に子供がプラモデルを作るときに、あのニッパーが、あのニッパーとかで切ったりするときにアンダーゲートが残ってしまうとか、んだどうすんねんって言ったら、クラフトナイフで切るって言ったら危ないやん、正直。クラフトナイフで、まあ僕はあのペーパーでガリガリすんねんけど僕はもうペーパーでガリガリする方が好きなんですけど、やで。でこれをね、こっちも見たらみんなそうなんですけど、このハイパーバズーカーの根元もそうやねんけど、上下分割、上と下、上と下、上と下っていうので見ていった場合、全てこれがね、上と下の2枚合わせで金型打ち出してますよっていうのが、これね、どのパーツ見てもね、それで内容が納得できんねん、できんねん。これ残念やねんけど、うん、ここちょっと上がってるやんか、ちょっと上がってるところは液の流れる液がね、これ一定の高さ以上になったら、プラモデルの液を、固まってない液を流した時に、液流れをこっちに持ってくるためにこうやって盛り上がっているところがあったとしても、あの上下分割の、あのこれはもう金型上、プラモデルはね、構造上そうなってるっていうことで理解できるんであれば、ね、どんなもんでもこの 場合いけるんですよ、ね。ちょっと待ってや、ここにあるやつで見たらわかんないけどね、これがね、例えばタミヤとかの場合やったら、まあ日本人で世界にね、のトップクラスのメーカーであるタミヤとかってどうやねんって言ったら、例えばこれもそうやねんね、ボディこうやって金型でね抜いたりすんねんけど、これ上下だけで抜けるんですよ、これ。けどパーティングラインここにあるはずやねん、車は基本ここなんですよ。ここにパーティングラインがあるっていうことは、こう合わせてるわけやん、上下と横で、上下と横でやってるから、横に合わせたやつパーンって離すときにここに筋ができんねんな、車は。そうなんですよ、スライド金型使ってるんで、横から外れて上下でやって、でポンポンと抜くっていうの、これ。そうするとね、やっぱ曲面が綺麗にできるっていうのかな、こんなパーツもそうやけど、これもさ、ほらダッシュボードかな、リアシートがダッシュボードのパーツも斜めになってるけど上下で抜けてる、多分シートはちょっと微妙やけどな、これ、うん、抜けない可能性があるからね、上からポンって抜くときに、これではちょっと抜きにくい構造にはなってんねんけど、とかっていうところがね、ほら結構斜めになってるでしょ。特にこの内側の斜めって、ここだけ金型がポンって抜けるわけじゃないっていうことやったら、多分こっからボンと抜いてんやろと思うっていうのが推測されんねん、これ。シャーシー、これフィアットだけどね、こんな感じで、タミヤのすっごいなっていうの、これ斜めやで、これな、あこういうところとかね、ほらここはもう理論上、あの横から抜くかなんかしないと入ってけえへんっていうのとか考えた場合であればね、タミヤっていけてんなとかって、これがね、あのまあこれちょっと再販で古いんですけど、あの新しいプラモデルになるほどタミヤのこの力量っていうのがね、こういうところに出てくるね、すっごいヤンドが言うでみたいなところがね、すいません、プラモデルが好きな人をプラモデルが好きな人にしてみたらええで、新しく出たら、あのいつも言うてるやんか、これなんで買うのんって言われたら、あのどんなんか見てみたいだけやねんって言って、よく言ってるやん、僕がプラモデル、新しく発売されたプラモデルを買うのなんでって言ったら、どんな風にできてんのかが見たいねん、そのどうやってこれが抜けてんのかが見たいだけやねんって見たいだけやねん、これ。うん。そうなんだから、見てても、
PGU やったかな、パーフェクトグレードの一番高いやつの時思ったけど、2万7000円払ってこれかよみたいなね、この上下の構造だけでやってるっていうのがね、ちょっとなんですよ。これ上下だけで抜けてるっていうのがちょっとどうかと思いますよお客さんみたいな。でこのね、あの構造で考えた場合、バンダイがね、あの他のメーカー、バンダイがね他のメーカーと比べて画期的なっていうのかな、ごめん、ちょっと違うプラモデルだ、画期的なね、あの他のメーカーにはない、バンダイが他のメーカーにない構造やった分が、このリアルグレードの最初のこれがそうやね、この多色成形っていうのかな、柔らかいそれと硬いパーツの組み合わせで、柔らかいとこ硬いとこが一発で抜けてるっていう、これは正直日本で言うたら他のメーカーでこれはないと思うわ、しないし、そもそもね、例えば、青島とかキャラクター今やってる青島とかがこういう風なね、あの複合金型の複合構成で柔らかい、ものと硬いものを合わせて、それをまあ関節に使うっていうことを青島とかはしないはずやねん、できないと思う、機械が、そういう特殊な機械が必要やから。これがいわゆる初代のリアルグレードの、初代のリアルグレードが、まあ作りやすかった、一部の人にね作りやすかった理由でもあり、金型が壊れる、初代のハイグレードが廃盤になったのはこれが原因やねんて。この複合金型の構成のやつで、柔らかいものと硬いものを一つの金型の中に流して、で、まあ金型の寿命を縮めていった結果、おそらく 2.0 になる、これが 2.0 になったんじゃなくて、こっちのアドバンスと MS ジョイントがもしかしたらそろそろ傷んできたんじゃないのかなと疑うのがここやね。もしくは再販があんまりされないリアルグレードな、あのザクとかでもそうやねんけど、あの複合構成になったパーツがあると、機械の構造上普通やったら1回で抜けなあかんのが2回分液を流さなあかんわけじゃないですか。で2回分流さなあかん分だけ製造工程が2倍そこだけかかるから、あの発売できる数が少なくなるわけやねん、こっちの方が。で当時は2500円っていう高価格やったから、高いお金取ってたから2倍かかってもいけてたやつが、まあ、物価高、材料費が高くなったりとかいろんな背景があった中、これでは採算ベースが厳しいかもしれんからって言って 2.0 でとうとうこの金型よりも質の落ちるやん、パーツはちょっと多いような感じはさせんねんけど、これといったメリットもない金型でできたやつを 2.0 って言ってしまったんや。バンダイのマスターグレードなんかでもそうやねん。バージョン 1.0、最初のやつね。1.5 とか 2.0 って言ってるけど、2.0 になって、なんか特殊なギミックがあったんか、バンダイのプラモデル 2.0 とかってやってるけど、なんかあったんかって言ったら、おそらくないのよ。なんでかって言ったら、2.0 って言って、精密さ、見た目がちょっとかっこよくなったぐらいで、プラモデル自身の持ってるプラモデルであるその元になる部分や、例えば作りやすい、誰が買っても小学生の低学年が買っても、ニッパーがなかっても、昔やってたよねタミヤが、あ、タミヤじゃバンダイが
ニッパーがなかっても、ね、危ないクラフトナイフやな、クラフトナイフがなかっても、パチンって外したら部品があって、これで OK ですよとかっていうところから、そうじゃない、アンダーゲートのついた、あの、スケールキットに近い金型の作りにして、余計にしんどくなってるだけやねんで、これ。本来やったら、発売から15年経ったんやったら、15年分、もっと作りやすくて、これはすごいって言わさなあかん。これ多分ね、製造工程の手順で言ったら、こっちのマスターグレード、あ、リアルグレードの、あの、アドバンスと MS ジョイントが入った方が、あの、すぐに出来上がるだよね。もう基本骨格できてるから、基本骨格ができてるから、その分、あの、作りやすくなかったらあかんねん。あと、装甲はめるだけやん。もう曲がる関節あんねんから。あと、はめるだけなはずやのに、なんでか、その、はめるだけの元になる動く関節を、僕らが、お金払ってる僕らが、やらなあかんねん言うて、たまに言うてるよね。なんでお金払ってる僕ら消費者が、ペーパーやな、あの、マックスファクトリーで特に言ってると思うねんけど、ペーパーガリ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 かけて、ね、あの、斜めになって、歪んでる成形面、水平にすんの、お金払った僕らがなんでそれをしなあかんねん言うてて、マックスファクトリーボロくすぎてるけど、これもそうやねん。明らかにこっちの方が、本当にやで、アドバンスド MS ジョイントって書いてあった分だけ、これまでの マスターリアルグレードっていうのは、ザーンってずーっとそれを使ってたのにや、ニューガンダムでも使ってたんちゃう。ちょっと待ってよ、今バランスかかったこれってニューガンダムやねんけどね、待ってや、これはあの、プレミア、あ、ちゃう、あれガンダムベースで売ってた、これそうやねんけどね、HWS、ヘビーウェポンシステムかなんかのやつやねんけど、ニューガンダムの。これにも確か関節がついてたはずやねん。ついてなかったかな、あるやろ、ここにほら。多色構造のパーツがついてるはずやで、これ。この動く関節いうやつやな。この動く関節がついてるから、見るわ、これはないのかな、ってだいぶ前のことを忘れたわ待ってや、ニューガンダムぐらいだったらないのかもな、もしかしたら。あ、ニューガンダムぐらいだったらないのかもな、ほらなくなっていってんねやろな。あの、製造工程がその分、プラモデルメーカーとして少なくなるからな。なくなっていってんねやな。ごめんごめん。で、こうなってくると、こっち側の方にメリットがあんねやんか。これ、対象年齢何歳になってたのかな？書いてる？ 15 歳以上書いたんな。おそらくね、多分近い将来はこっち側の、あの、アドバンスド MS ジョイントって書いてるこっちの方が金型に負担がかかるから、おそらくあのこっちの方が、なくなっていって、こっちが、まあ言うとあげる、1500円以上高く売れて、で製造工程も金型に負担がかかれへんもんやから、こっち側の方が主力になって1500円高く売れてな、利益率もいいしっていうことになって、こっちが消えていくねん多分。ちょっと違うやつ見たろうか、これがどうやろうな。これリアルグレードの、エヴァンゲリオンなんだけど、これはついてたかな、
僕ね、このバンダイのエヴァンゲリオンってね、買ったんはええねんけど、買ったんはええねんけど、結局ね、ことぶき屋、ことぶき屋のエヴァンゲリオンで、一回終わったもんやから、もうそっちの方でええわ、みたいな感じで終わってんねんけど、これもそうやな。リアルグレードって書いてるけど、全くないな。アドバンスド MS ジョイントってやつはないな。待ってや。ガオガイガー見てみようか。ガオガイガー。ちょっと遠いけど。ガオガイガー開けてみようか、ちょっと。これね、ガオガイガーが、ガオガイガーどうなってる？これは指だけやな。ほら、これがそうやね、多色構造のこれだけや。うん、あとある？ないやろ、うん、ないね、うん、パーツが細かくなって色分けが厳しくなっただけでやで、基本的にはそんなことないはずやねん。どれや、これか。この ABS って書いてあるやん。これって柔らかい材質のやつやねんけど、だからプラと ABS のセットがないのよな。いつからかなくなったはずやねん。なくなってんねやろうな。うん、ごめん、ちょっと片付けるわ。ちょっとごめん。関係ないやな。ゴールディーハンバーグ欲しいなとかって言って。そう考えるとね、これってね、申し訳ないけど、進化したっていう人がいてるのかもしれんけど、進化したわけじゃないねん、多分。うん。歴史上。で、これもそうやねんな、これ顔が、なんか言ってたな、バルカンがずれてるとか、この庇がおかしいとかっていう人言ってたしけど。僕ね、このね、箱絵見て一番気になるのここら辺やねんか、これ。この辺のところがなんか、色吹きすぎて、色吹きすぎた時にこうやって発火するときあんねんな。これ。エアブラシでね、失敗したとき、こんなんなんねやんか。エアブラシ失敗したら発火するときあんねんけど、これなんかなんか新しいなんか罰ゲームかなんかかなと思う。これね、バンダイはね、最近特になんか言い訳がいっぱい書いてある時あるやろ。なんか透明パーツは透明パーツに空気が入ってるとかよく書いてあるよね。透明パーツに空気が入ってます、それは仕方がないことなんですよとかね、なんやかんや言いながらなんか言い訳みたいなことしてんねんけど、やっぱりバンダイっていう会社はね、発売日、こういう商品の発売日があって、発売日ベースで商品がどうしても作らなあかんから、発売日ベースで、で発売日ベースでまあ売れる商品は商売したいから、多分ね途中まではなんとかやってんねんけど、最後の方になったら、多分ね、まあ会社員あるあるやけど、最後の方になったら、締め切り近いやんけ、締め切り近いやん、大丈夫なのって、早押してくれよって、早押せへんかったら間に合えへんやん、発売日に。発売日に間に合えへんかったら、見本やな。お店とか、雑誌に見本も出さなあかんねんから、テストショットやな。出さなあかんねんから、早せよ早せよ早せよとかってやって、結果早せよとかって言ってる時に、もうええわええわ、もうこうしとこうぜみたいな感じで出来上がったものがこういうやつね、妥協の産物っていうやつ。それと
おそらく社内にいてると思うねん。あの悪いこと書いてるやつがおったら徹底的にあの断罪しようみたいな、あの社内派閥みたいなやつ、うん、で、あとバンダイは45周年って書いてあるけど、バンダイっていう会社はね、僕が知ってる限り昔からやけど、あのおかしいって言われて金型回収したことがね、80年代の初頭まではあったと思うねん。80年代初頭もしくは90年代でもあってん。でそれがね何やって言ったら、ダンバイン、72分の1のダンバインがあの金型回収してんねん かダンバイン金型回収してんねん。で80年代から90年代ぐらいの時にあったんが、あの機動警察パトレイバーやな、60分の1の機動警察パトレイバーもあの金型回収してんねん。あの劇場版のイングラム出して、でその後劇場版じゃないテレビ版に改装しなあかんからって言って金型回収してんねん。それ以降ないんじゃない、ちょっと構造上おかしいやんとかね、構造上おかしいやんとかっていう時に金型を回収しない会社でもとしても有名やねん。ここの会社はここのってバンダイやけどな、うん、こう変わってんちょっとな、うん、だからやねんけど、商品出ます、あー出たらもうこれで終わりや、 2.0 言ったらこれで終わりや。例えばこれがね、まあ家庭の話してあげるけど、仮にこの 2.0 がちょっと組み立てにくいやん、もしくは作りにくいやんって言われて、それが一定数あって、でバンダイがそれやったらっていうことで、例えば組み立てやすいように金型回収してお客さんの声に応えました。ある？おそらくないと思うね、うん、ないね。そんなあのおかしいやんとかって言ってる人がおっても、おかしいやんっていう人がおっても、うん、それはそれでええやんって。うち別にあのガンダムのライセンスね、ガンダムライセンスはうちが自分とこで持ってんねんから、自分とこでライセンス持ってんねんから別に嫌やったら買ってくれんでいいですよみたいな、嫌やったら買ってくれんでいいっすよ、言って終わりやねん、うん、タミヤとか違うで。あのタミヤはあのこれね、バンダイでたまに僕は笑いながら言うてるけど、これはたまたま本になってるやん。バンダイの説明書ってあれ1枚なんよな、あれ説明書折り曲げてるけど1枚やん説明書が。だから見にくいねんって言って、すっごく見にくいねん1枚の説明書。タミヤの説明書って誤植って言ってね、間違った番号とかってほとんどないねん。タミヤの説明書は間違ってるっていうのはあんまないねん。なんでって言ったら、あの説明書作るときはタミヤのキットの説明書はそれを作っていく過程を説明書にしていってるから、中で見本作ったりするときに、だからあの誤植って言って間違ったりするがあんまない、ほとんどないねん。番号とかの誤植ってほとんどないねん。たまに90年代ぐらいにあったけどな、中に入ってて番号が一部間違ってますとかってあったけど、ないねん。でバンダイはねまあまああるとこはおそらくテストショットかなんかで、一時いろんなところにやな、雑誌社とかいろんなところにばらまいた時にやん、おかしいやんいうとこ直してんやろうな、直してるらしいからでここはおかしいですよとかっていうところもあかんらしいね。僕は言うといてあげるけど、雑誌模型とか扱ってる雑誌がね、今のバンダイのプラモデルは基本、あんまり削ったり継ぎはぎにしたらあかん言われてんな。これはもうリアルに言うといてあげるわ。今の雑誌社
あの例えばガンダム、これね、このガンダムは、ちょっとパーツがおかしいからって言ってプラ版とかプラ版で継ぎはぎとかね、あのパーツここを触りましたとかっていうのをやらんといてくれって言われてるらしいね。僕がね聞いた中で言うたら、特にねあの顔の辺は触らんといてくれとか、うん、どこどこは触らんといてくれとかっていう、まあ雑誌社でいう扱う記事の中のおかしいところっていうのがもうメーカーも分かってるから、けど広告も出してくれてるから雑誌社、模型雑誌もおかしいのは分かってんねんけど、そこをね、作例を作ってる人たちにもや、そこは触れんといてくれっていう形になった記事やから、だから肯定的な悪いことを書けへん雑誌が出来上がって、で買ってこうやって買って手元に置いてる人と、実際出来上がったパッチ組でもいいからした人が全く雑誌と違うことを言ってることって当たり前にあんねん。バンダイだけやで、おかしいやんっていうところをおかしいやんって言わせへん風土が出来上がって、んで僕らコメント欄とかも書いてあるよな、明らかにちょっとおかしいっしょこれとか、胴体が長いとかって言われてたんでも、胴体が長くなった写真どっか行ってあれへんやん。最初出回った時ってすっごい胴体長かったのに、いつの間にか胴体が長い写真どっかあれへんよなって思うで、結局あれも怖いよな、いつの間にかあの修正かけられてんのよな。で、あとまあついでやから言っとってあげるけど、模型雑誌やな、メーカー言えんけど模型や、こういうプラモデルとか扱ってる雑誌が間違いなくその通りにできてんのか、雑誌で写真載ってるやん、あの写真が間違いなくその通りできてんのか。僕はね悪いけどね、目の前で見たことないか分かれへんって言い方になるわ。これで言うと僕は怒られるから言えへんけど、模型雑誌の作例やな、模型雑誌の作例やとか、まあ今やったら X とか X とかで写ってる画像がそのままそうなんかって言われたら、僕は現物みたいやから何とも言われへんなって言い方やねん。なんでって言ったら、今の世の中画像修正なんかいくらでもできるやん、パソコン使って、うわここちょっとなんかあかんやんとか言った時に、ちょっとここ画像修正して直しとこうぜとかって当たり前にできる。今の世の中目の前に映ってるものやな、こうやって映ってるものがそのままそうやっていう、そういう認識はせた方がいいみたいなところで、だいぶ時間使いましたけど、あのね、いろんなメーカー、いろんなもの、まあ、僕はプラモデルがね、好きなものの一つで、あのプラモデルに全力投球したわけじゃないからね、さっき言っとくけど、 YouTube は暇つぶしでやってるからプラモデル出てるケース多いけど、あの悪いけど別に他に好きなもの他にもいっぱいあるから、別にあのやらんでもええねんけど、やで、さすがになっていう時があるからこれ言うてんねん、うん、ちょっとおかしいんちゃうのって、これね、みんなだからあの4日1回ね、バンダイとかのプラモデルとか、まあ青島でもええやん、一回全部見てみ、このパーツってどうやって抜けてんのって言って、こういうのでもね、ガンダムのこのシールドってどうやったらこの形に抜けんのとかっていうのをって一回考えてみたらあかんねん。で、バンダイやったら、これは上、上下だけやん、上下で抜けてるやんとかが、例えば違うメーカーやったら、今やったら、そうやな、富士見とか、青島でも、富士見とか青島でも、これはすごいよなっていう抜け方してるやつあるもん。ある。あるある。これはすごいな。例えばバンダイは、僕言ってるやん、斜めが弱い言うてるやん、こういう斜めのところになった。斜めの成形が弱いね、バンダイは昔から斜めが弱いんだけど、うん、タミヤのキット見たから斜め関係あれへんからな、普通に。特にバンダイであんのがあの斜めにこうなってるところに丸いモールドだったら必ずだけど、バンダイの場合斜めに丸いモールドだったら
縦長になってるはずやねん。縦長に。あの、バンダイのボトムズがそうやねん。バンダイのボトムズとかが、ボルトのモールドがね、斜めにあったら、縦長になってんねん。なってんねん。あ、なんでって言ったら、金型状ね、スポンって抜いたときに、あの、綺麗に抜けへんからやん。斜めにシーン買ったら、斜めんとこは長くしなかったら、ちゃんとモールドが出えへんからやん。けど、タミヤとかやったら、パサッと抜けてるはずやねん。スライド金型かなんか使ってるから、スポンって抜いて、で、それから上下で抜くから、あの、完璧に形が追いかけれんねんけどやで、っていうところなんかも、まあ、一回試しに見てみたら、まあ、これもね、一応、まあまあ、何個かここにあるから、あの、形にはすんねんけど、まだお盆休みで、変えてない人がおるから、変えてない人がいてるから、今ちょっと、躊躇してここに置いてるだけやねんて。うん。もうね、先に先行してきた、テストショットでね、テストショットで一回来たやつは、もう一回も終わってんねん、実は。先行で。先行して先に来たテストショットはもう終わってんねんて。知ってんねんだから、これ。で、修正かけてんのも、実は記録には取ってんねんけど、さすがにちょっと見せられへん大人な事情があるからね、こうやって言うてるだけやねん。で、こんなこと言うてても、僕ら一人の意見で、中身が変わるような会社じゃないからね、もう今は。だから、おかしいやんっていう人がおって、ね、みんなが褒めちぎってる、YouTube やってる人でもおると思うねん。このガンダムはすごいですよ。すごいかっこいいですよ。これまでの集大成やとかって言ってる人おったな、サムネ見たけど。集大成じゃないやんって。何を眠たいこと言うてんねんって、集大成やとか言うてるけど、言うて。全く昔から80年代から変われへん、成形技術やんって言って。ああいうことを言ってる人がおるから、僕らが違うこと言わなあかんねん。3850円や。3850円。もうおよそ4000円も払わなあかんのに、4000円も払わへなあかんのに、これなんみたいな。24年やな。令和6年で24年の中やったら、高いお金出して、高いお金出して、なんやねんこれとかって言った、ワースト3に一つ入んねん、これ。もう一つ何やねん言ったら、このゲットトゥルース版のダグラムや。2万円ポストやで。2万円以上払って、あれやで、みたいな。ところ、どうですか？これぐらいで。はい。